見ています。こんばんは。こんばんは。こんばんは。よいしょ。こんばんは。そう、さん視力良くないのでいつもコンタクトしてるんですけど、最近はね、ちょっと毎日朝からコンタクトしすぎて目が充血して今コンタクト入れられないので、そうなので今日は眼鏡をかけていたんですけど、あ、可愛いギフトありがとうございます。ふさんラップの素質がある気がするんですよ何でそう思ったんだろう。ラップ会いに行こうかな。ラップの素質初めて言われました。重いですね。濃いね。あの頃はまだ戸惑っていて、そんな中君のアドバイスで I choose to advance 前見つめ Don't stop この道の向こう側自分磨ききれいなり愛に受講胸張ってあなたに会いに行こう。会いに行こうでラップパート担当してるからかなそこでしかラップなんか歌ったことないや。3月2日の有給申請してきたから、あとは当てるだけ。あ、そうそうそう、3月の初めの最終ベルが鳴る公演発表されました。3月の2日からまた出るのでよろしくお願いします。あ、雪玉もありがとうございます。すごい、キッズの3月の初めの公演に出るので、すごいたくさん公演出させていただいてありがたいです。本当に頑張るので3月2日よろしくお願いします。ぜひ見てください。でででメガネフさんは見せないです。でもブルーライトカットするのでなんか反射しちゃうんですよね、メガネが。だからかけないです。前のメガネだったらブルーライトカットレンズにしてなかったので反射しないんですけど、もう青くなっちゃうんですよ目が雪玉ありがとうございます。3月2日ちょうど休みだから応募したよ。だってありがとうございます。当たるように祈っています。そう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 何がそうそうなのかもダメだ。後ろの365って何ですか。365、あ、これ365日だね。こんばんは。そう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 、今日ね、6時から YouTube 配信があってね、特別な SKE の。それで重大発表があってね、松井樹里奈さんと高柳茜さんの卒業コンサートが決まりまして、それが発表になりましたね。パチパチパチそう、ずっと延期になっててできてなかったお二人の卒業コンサートがあるということで、しかも日本外資ホールで2日連続なので、ちょっと本当に頑張りたいと思いますそういやでも楽しみもあり、でも
いや3もありっていう感じですね。なんかコンサート自体はすごい久しぶりだし、1年ぶりのコンサートなのでやりたいなっていう気持ちは結構あるんですけど、でもなんか普通のコンサートだったらなんか喜んでやりたいけど、なんか卒業コンサート本当に楽しみもあるけどやりたくないんですよ。なんでかっていうと、やったら卒業されちゃうから卒業してほしくないからやりたくないです、うっさんはちょっとそう楽しみだけど、うーん、やりたいとやりたくないがね半分半分。楽しみだけど、だってさ、やったら本当に卒業しちゃうんだよ。もう卒業コンサートだから、もうやったら終わりなんだよ。もう卒業コンサートしたらもう二人一気に卒業されてしまうというね、とても悲しい事態が起こってしまうんですよ。そう、だからちょっと卒業やだな。そうそうそう、だからちょっと半分半分ですね。あ、ハートありがとうございます。いやー、なんかもうやだー、寂しい。あと2ヶ月4月なのでね、そう、それが発表されました。ジュリナさんの方は昼夜2回公演、そうそう、今は延期のおかげでも、そうなんですよ、延期されたから、なんかこの前の K2 の特別公演もジュリさんと一緒にあの公演出ることができたし、あれはすごいレアでしたね。私は研究生の頃にジュリさんと一緒にあの出たことあるけど、昇格してから一緒の舞台に立てると思ってなかったので、この前のね、この前のなんか可愛い、あざと可愛い決定戦もさ、それもなんか本当だったらジュリさんいなかったはずだけど、延期されたからジュリさんと一緒に出れたしね。そうそうそう、だけどもう本当に4月に会ったらもう終わりだから、ちょっと寂しいですね。あ、初見の人ありがとうございますね。まあでももう発表されちまったから仕方がないね。頑張りたいと思います。日本外資ホールに行くのは初めてかなと思います。握手会とかあったっけ、いや、なかったはず。握手会もやったことないですよね。握手会、私入ってから、どうだろう、やったことない気がしますので、初めて外資ホールに行くんですけれどもね。そうそうそう、ドキドキですけど、んだよね。私スキー入ってから一回も外資ホール行ったことないので、だから初めて行くし、初なので頑張りたいと思います。しかも2日連続なので本当に頑張りたいと思います。もう頑張る以外の言葉が出てこないですね。とりあえず頑張りたいと思います。本当に頑張りたいと思いますね。ちょっとどうなるかまだ全然わからないんですけど、多分ショールームもね、そんな毎日毎日長々とやってやれるようやれないかもしれないんですけど、ちょっとそこはご了承ください。あ、ハートありがとうございますね。ちょっとなるべくね、今年の1月の目標でショールームたくさん長い時間できるようにも頑張るっていうふうに言ったんですけど、ちょっと無理かもしれないですね。まあでも時間があるときにっていう意味なので
ハートありがとうございます。初見の人ありがとうございます。楽しみですね、久しぶりなので。エコパアリーナが去年あって、それ以来のコンサートですね。今までどこに立ってきたかな、いつも、いつもじゃないや、忘れた。エコパと他にどこに立ったかどこでコンサートしたか、どこでコンサートしたかな。でもそんな9期生あんまり大きいコンサート、大きいコンサートの会場に立ってないですね。あんまりコロナになったので。大きいコンサートにちゃんと立ったのすごい少ないので。そう頑張りたいと思います。全然経験がないので、なんかどうなんだろうな、緊張するかな。わかんないですけれども、頑張りたいですと思いますで、全然経験ない、あの大きい会場での大きい会場全然経験ないですね。しかも最初の方に9期が出させてもらったコンサート、なんかどこだっけな、私最初の方足怪我しててさ、まともに踊った記憶ないんですよね。なんか恥で見てた記憶があるから、あんまり本当にないですね。外事ホールはいいところです、楽しみです。だから4月だしいい季節ですね。なんか春ってさ、なんか卒業式とかのさ季節じゃないですか。だからさ、なんかいい感じの季節ですね。卒業シーズンに卒業される、なんかいい感じの季節ですね。マジ毎日魚食べようと思う、本当に。みんなは結構ね、なんか3公演で体力が心配だとかね言ってるかもしれないんですけどね、私ね体力はまああんま心配しなくて、体力より記憶力があの弱いので、なんか覚えられるかが不安なんですよ。劇場の立ち位置はまああっても12番ぐらいなんですけど、大きい箱のとかね人数が多いので、番号がもうえげつない番号出てきたりするので、本当に番号と振りをいかに覚えるかっていうのにも神経集中していきたいと思います。体力は2の次ですね。みんな結構もうなんかね、3公演だとかね2日でね出るけど、私もなんか、体力じゃない、もう記憶力ですね。もうとにかく毎日ちょっと、毎日は無理だけど、なるべく魚を食べて行こうと思います。記憶をね消さないように頑張る、もうただそれだけ。何の魚が一番記憶力つくかな、サバ、銀の鱗がついてるやつの方がいいかな。何がいいかな、青魚系の方がなんかいい気がする、わかんない。イワシ、イワシ食べようじゃん。サバ、あ今日は694日だって。テロップ出なかった今日なんで。合うものよかった、毎日サバ缶買うんだ。694日だって。もうちょっとしたらね700日来るんだけどね、700日なんかねできたらねしますって言ってたんだけどね、なんかちょっとできないかもしれない、何にも本当に
できないかもしれない。ああブリとかいいかも。分かった。そう700日があと6日で来るんだけど、本当それどころじゃないかもしれない、もしかしたら。分かんない、まだ分かんないんだけど、ちょっとできない、何にも記念日のようなことができない、できないパーセントが 70% ぐらいで、できるパーセントが 30% ぐらいなので、ちょっと無理と思うので、なんなら15分ぐらいしかできないかもしれない。すいません。分かった。サバ缶食べるね。サバ缶食べる。サバ缶小魚も、え、なんかさ、なんだっけな、小魚とさピーナッツがさ、小魚とピーナッツが入ったなんかお菓子みたいなの、なんていうの、ピーナッツじゃないか、なんかさ、小魚みたいなさやつ、小魚とピーナッツがさ入ったようなさ、なんかお菓子みたいな、あれ食べようかな。あ、そうそう、アーモンドフィッシュ美味しいですよね。あれどこに売ってんだろう、でも最近見ないな。アーモンドフィッシュ美味しいよね。でもなんか目がいっぱいあるからさ、なんか昔食べれてたんだけど、今食べれるか分からない。まあ食べれるか、味美味しいもんね。どこに売ってるんだろう、おつまみコーナーとかに売ってますかね。アーモンドフィッシュ、給食に出た気がする。あ、給食に出たことある。レジの横、おつまみ売り場にあるかな。アーモンドフィッシュ食べますね。じゃあちょっと記憶力を向上させるために、それを一生食べておくことにする。いりこっていうのかな、そう、アーモンドフィッシュ買おう。じゃセブンにもあったね。今日ね、お昼ご飯にね、ヨーグルトじゃないや、ゆで卵をね2個食べたんですよ。ダメだ、めっちゃなんかもう、いや、魚めっちゃ好き、魚美味しいですよね。アンキパンが実際にあったらいいのに。確かに、なんかゆで卵2個食べたら気分悪くなるって思ってるのに2個食べちゃった。なんか1個でいい、ゆで卵、なんか前もその話したのに2個食べちゃった。そう、今日のお昼ご飯ゆで卵食べたんですけどね、なんか2個食べちゃった。でもなんか2個は多かった。あ、セブンのたらこバター醤油のお湯、美味しかったでしょ。よかった、食べてくれた人がいて。この美味しさを分かち合える人がいてよかった。美味しいですよね。本当美味しいだよ、美味しいだよ。そう、アプリでもらってきた。あー、よかった。たらこバターおにぎり中京地区限定なので買えなかった。あ、そうなんだ、全国かと思った。いやー、もう中京地区の人はもうよかったですね。もう本当に美味しいんですよね。もっといろいろおすすめ教えて。なんだろうな、最近食べて美味しかったのなんだろうな。
あ、セブンイレブンのねチーズタッカルビめっちゃ美味しいです。あれ、そう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 、前はねなんかチーズタッカルビ丼みたいな感じでね、下にご飯が入ってるやつしか売ってなかったんですけど、最近ねチーズタッカルビだけの上だけ普通のが売っててね、めっちゃ美味しかった。しかもちょっと大きくて得した、いいよね。久しぶりに来ました、ありがとうございます。自分今日食べたよ、紹介してくれてありがとう。ね、美味しかったでしょ。名古屋遠征した時買ってみるか、自作もできそうだが。いやでもね、そういうの結構セブンイレブンすごいね、新商品がどんどん出るから、もしかしたらないかもしれないけど、ちょっとの期間しか。そう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 、うん、美味しかったな。あとなんか冷凍のね、なんだろうな、セブンイレブンの冷凍のなんだろう、のり巻きチキンみたいなやつがこの冷凍のコーナーに売ってるんですけど、確か7個ぐらい入って、そうめっちゃ美味しい、なんかのり巻きチキンみたいなやつ美味しいですね。美味しいね、最近チキンを食べる。ショールームが短くなるのは残念だけど睡眠が大事で、ありがとうありがとうありがとう。でもスタンは睡眠とかじゃないんだよね。睡眠は大丈夫なんだけれどもね、ショールームができないのは覚えなきゃいけないからであって、睡眠ではないですね。ああ、ファミマのファミチキバーガー美味しい。ぜひ食べてみてね。ぜひ食べてみてね。あ、今日はね。メールでも言ったんだけどね、またクジラジのね、次はね、公式のホームページ、違う、公式のツイッターさんがね、私のことについて、このなんか、載せてくださっていたので、よかったら、リツイートといいね、よろしくお願いします。そう、なんかメールの返信にね、なんかフォロワー少ないからリツイートしてもあんま意味ないからリツイートあんましないんだよねってね、いう返信あったんですけどね、それでもね関係ないのでリツイートしてください。リツイートすることによって見てもらえるので、いろんな人に。やばい、本当にごめんなさい、ちょっと近いんですけど、顔が本当に文字が読めないので。あー、お花ありがとうございます。昨日ウスババキっていう魚食べたけどめっちゃ美味しかった。サワラ食べたい。サワラ売ってないかな。なんかさ、誰かと一緒に暮らしたいんですよ最近。もう誰でもいいからご飯作ってほしい。で最近すごい思う、なんかもうなんかご飯作ってほしい。誰か作ってよ。そう、ご飯ただいまって帰ってきてさ、日本食が出てほしい毎日。なんかさ、もうやだ一人。キャさん一緒に住みたい。さん、そう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 、もうなんか健康に暮らしたいんですよ最近。本当に本当に、そうそう、なんか寂しいとかいう以前に、なんか人が
作った手作りのご飯が食べたい。何でもいいから、そう、本当にね、本当にそうなんですよね。キャさん作ってくれ、キャさんと一緒に暮らしたいわ。ね、本当に一緒に暮らしたいんだけど、どうしたらいい？キャさん、キャさん、4月4日7分5時半前でか、あ、なぐみな気がする、ありがとうございます。山崎ジャンプをしましょうね、覚えてますよ、約束。そうそう、本当にね、本当にそうなんですよ。自炊も楽しかった。自炊？自炊？なんかね、自分でね、なんかたまに自炊もするんですよ、私。たまにするんだけど、自炊するとね、なんか一人分作るのってすごい難しいんですよね、よく言うけど。一回で食べきる量を作るのってすごい難しいんですよね。この一人分で作るの本当に難しくて、食べる量さ、二人分とかが作る、大抵作るじゃないですか。そしたらね、なんか一回で食べきっちゃうんですよね。そうだから本当に自炊、なんか悲しい気持ちになる、自分で作って自分で食べてさ、ね。でも外食とかばっかだとそんな体に良くないしさ、なんか難しいんですよね。だから、なんだろうね、広島にいた時は普通にさ、朝昼晩さ、健康な料理が出てくるわけじゃないですか。そうそう、難しいんですよね。だからもう作らないし、作らないし、たまにしかね。そう、難しいんですよ。だから誰かと一緒に暮らしたい、ふさん。そう、本当に、難しいよ。明日早いので先に寝るね。バイバイ、おやすみ。無理、そういえば業務スーパーに骨取りサワラ売ってたけど、まだ売ってるかな。わかんない。どこのスーパーだろう。いいね、なかなかね。そう、しかもなんか、いや、ほんとほんとね、いいよね、誰かと一緒に暮らすというのは。悲しくなる、悲しくなるよ、本当にね。なんか一人分作るのも、まあいいや、まあいいや、この話は。こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは。冷凍庫あるけどね、何も入れてない。冷凍庫嫌なの、冷凍庫嫌、冷凍庫なんて嫌、嫌よ。冷凍庫は嫌、冷凍庫は嫌よ。何にも入ってない冷凍庫、ゼロ
です。開けもしてない開けもしてない冷凍庫、何にも入ってない、本当にゼロ、本当にゼロ、保冷剤だけ入ってますね。うん、保冷剤だけ入ってるけど、あとはもうゼロ、何にも入ってないよ。そうだよ、業務スーパー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 、パンいいよね。でも最近パン食べないようにしてるさん。パンは危ないよ。アイスはどうしてる？アイス買ってないです。アイス買ってない。4月4日に初めてふさのお話し会に行く。あ、好き、本当に好き、ありがとう。なぜパンを食べないの？太るからアイスも冷凍庫に大量に魚入ってる。だってパンじゃなかったら何食べますか？パンがなければゆで卵を食べればいいじゃない。危険回避、危険を回避する。豆腐ハンバーグいいよね。いいですね。ランゲと僕は一足先に君の気持ち今すぐ手に入れようか。あ、今日ネコネコ食パンをいただきました。いつか買ってみたいんですよ、ネコネコ食パン。君のハートのすべて僕の好きだから、ラムフレすごい。俺もパン食べなくなってゆで卵食べてるわゆで卵1個、ゆで卵2個食べてるよ。なんかゆで卵食べていいって聞いたから2個食べてるけど、なんか2個きついね。ハンバーグネタ作って冷凍しておくと便利だよ。にゃん、冷凍庫やだ。青魚を毎日食べるなら缶詰がいいよ。わかった、わかったよ。なんかセブンイレブンのさ、ごめんね、またセブンイレブンの話なんだ。あのセブンイレブンのさ、なんかサラダチキンとかあるじゃないですか。なんかこうパウチみたいなのに入っていて、封切ったらもう片手で食べられるみたいな、あれの鮭バージョンとか出てるんじゃないですか。でもあれの片手で食べるバージョンの鮭食べたことないから食べてみたい。食べたことある人いるかな。サラダチキンが入ってるような袋に入ってる鮭バージョン、あれすごい気になるんですよね。食べたことある人あったら教えてほしい感想。こんばんは、元気、元気です。サバの味噌煮美味しいですもん。サバ缶、なんかさ、愛知県に来てさ、味噌さの美味しさにさ気づいた。みんな知らないんだね、意外と。そ
んなに行かないのかなコンビニ。そうなんかね、公園のお弁当とかでね、たまに味噌カツ弁当が出るんですけど、味噌カツって美味しいよね。今までさ、カツにはさソースしかかけてなかったんですよ、広島に住んでた時は。そうソースだったんですよ、カツには。